兵庫運河は水面積合計およそ34ヘクタールで日本最大級の規模を誇る運河です。1899年に船で安全に荷物を運ぶために整備され、第二次世界大戦以降は貯木場として使われていました。しかし近年その役割は変化しており、生き物を育み豊かな自然に貢献する場に生まれ変わっています。以前はそこにヘドロ、水面には油が浮いていた兵庫運河でしたが、行政と地域による環境保全活動の成果もあり、水質が改善してきました。その取り組みを行っているのは、地元の漁業関係者や NPO、小学校などで作る兵庫運河の自然を再生するプロジェクトです。そして今年2月、藻場、干潟の再生や海辺の環境改善などに貢献した取り組みを表彰する港総合研究財団主催の全国海の再生ブルーインフラ賞において、兵庫運河に多種多様な水生生物が育つ環境を創出した点などが評価され、国土交通大臣賞を受賞しました。今回ブルーインフラ賞大臣賞、国土交通大臣賞いただいてね、私はもう50年60年昔のことを振り返って、わ、すごいなと言うても、これは始まりで、何もこれがゴールではない。まだこれからいろんなやっぱ環境活動、これはもういっぱい全国に発信していきたいと、もうそのように感じてます。兵庫運河には生き物が住みやすい干潟や砂浜が整備され、ここを中心に地域が主体となり、アマモの移植やアサリの養殖、そして生き物の生育調査などの環境学習の場として使用されています。活動していく中で若い力っていうのがどうしても欠けてるなとずっと思ってまして、これからだから今学生である方々で、これからやっぱり社会人になっていく世代、その辺がもう少し海に興味を持っていただければ、もっともっといい方向に進むんじゃないかなと思ってまして、それがやっぱり今目の前の課題として一つあるところですかね。いろんなことを含めて何か新しい形をこの兵庫運河から発信できれば、また他の地域でもいろんな産業生まれたりすると思うんでね、みんなで作っていけたらなとは思います。海と日本。